1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。8月19日、俳句の日。俳句の語呂合わせにちなんで、正岡子規研究家坪内俊則氏が提唱し、8月19日に認定された記念日。夏休み中の子どもたちに俳句を楽しんで興味を持ってもらうため、例年各地で俳句に関するイベントなどが行われています。バイクの日。バイクの語呂合わせにちなんで、総務省交通対策本部が8月19日に記念日を制定しています。バイク事故が特に多くなる夏場に、運転時の安全などを考え、バイクによる交通事故を防止するための働きかけが行われています。世界写真の日。1839年8月19日、ルイ・ジャックマン・デ・ダゲール氏が発明した銀版写真技法ダゲレオタイプが、フランス科学アカデミー学会に発表されたことにちなんで制定された国際的な記念日。ダゲレオタイプは、それまで写真の撮影に10分から20分ほどかかった録音時間を1分から2分にまで抑えることに成功した技法で、観光材料として銀メッキの銅板などを使うため、日本ではダゲレオタイプの呼称よりも銀版写真と呼ばれていました。また後日、フランス政府が銀版写真の発明に基づく特許を買い上げ、誰でも無償で自由にダゲレオタイプを使用できる政府通達を発令したこともあり、瞬く間に人気を集め、一気に世界中へ普及していくこととなりました。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日。今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。